うよ、許してあげる。あなたが好きよ、バーニー。だけどさ、男なら一度そういう目にあってみたいよ。バカだね、誰の種かわかんないガキ3匹もっつけられて。あやかいかん。うるせえね、泣かすんじゃないよ。ぐずぐず食べてないで、2階行きな。裁判だと笑わせるな小僧。俺を捕まえたければ保安官でも連れてくるんだな。気がつかなかったか。私が連邦保安官ジミー・ディッケンズだ。何？連邦保安官？で、連邦保安官？あのジミーが？くそ、こしゃくな小僧め。今夜僕の2時間だけの彼女になる。私うん、僕、はあ、俺、はあ、俺楽しかったんやよ。なんか毎日お祭りみたい、東京って。なんかお前なまってない？え、タキ弁当は？あ、ここで働かせてください。まだそれを言うのかい。ここで働きたいんです。んだその喉切り裂いて二度と無駄口叩けぬようにしてやる。生きろ。まだ言うか。人間の指図は受けぬ。そなたは美しい。
しもうやめてくれやめろサトシサトシしっかり見て合ってません誰にもいや合ってるそれは誰ですか名前は何て言うんですか合ってないこれぐらいしとけおいでさんこれきついですもう一回いいはいすいませんもう一回いきます、はい、お願いしますヤナブルボはいよーいスタート、親が彼女の存在に気づきます。今悲鳴みたいのが聞こえたぞ。何やってんだ。雑誌の勝負と行こうじゃないか。そうだ、あの時と同じ、ゼスターが死んだ時と同じようにな。とろけんな、バカ。あいつに聞くことがある。バカだ。いいか、お前らがシャブ漬けで死のうは知ったことじゃないんだ。でも俺の娘だよ。カナコだけ。勝手に死ぬ権利があると思ってるのかい？余計なことするな！
もしかしておじさん暗いのが怖いの？そんなわけねえだろ。なんだよ。やっぱ怖いんだ。つべこべ言ってると食っちまうぞ。嫌いな髪ね。よく見て、ソフィーが棚をいじくってまじないをめちゃくちゃにしちゃったんだ。何もいじってないわ、綺麗にしただけよ。掃除掃除だから掃除も大概にしろって言ったのに。絶望だ。なんという屈辱。ひろちゃん、私いつまでも待ってる。お弁当作って、土曜日には必ず待ってるから。お弁当作って待ってるから。君本当に大学生？身分証はないの？雇えるわけねえだろ。てめえ仕事舐めてんのか。突然の大雨の可能性。なぜこんな小娘みたいな格好をする？僕にふさわしいのは本当の君だ。やめて、お願いです。嫉妬まみれの変態監禁王子様。こんな、お前なんであの時僕に天ぷらあげろって言ったんだよ。いや、あの、まさかああなるとは。お前のせいだ、バカ。あ、誰がバカだ。グダグダ言ってっと投げっぞ。ちょっと、ああ投げろよ。ほれ食え。盗んだのね。食え。もういてもいいから悪いことだけはしないで。うまく騙して今夜のうちに逃げ出すつもりだろうが、そんな甘い手に飲むものか。さあ早く金返してもらいましょう。だから朝晩まで待てと言ってんじゃねえか。いい、待てません。何を。腹心を殺し、また友を殺し、金だ。しそう、汚ねえぞ鉄を。素手で勝負しろ。それはどこか冷たい場所に一人きりでいるさゆりを必死に探す夢で、結局いつもさゆりの姿は見つからなかった。ただ心を震わすようなさゆりの気配だけは目が覚めてからも体に残っていた。ねえこれ見て。ん？なんだこれ。泉が描いたのか。そうだよ。おー、これが天使の国の王子様で、これが天使の国のお姫様で、それがこの二人の子供なんだ。そうなのか。じゃあこれ何なの？そんな場合じゃないしょ、しょ。あら、あっちの世界に魂や魂飛ばさないで。あ、ごめん。死んじゃうか。新幹線抜いちゃえばただの粘土さ。あ、渡るは運がいい。お前の不運がお前を救ったという恐ろしい運命をお前は知らない。あんたは最初から分かってたんだ。だったらちゃんと言ってくれよ。邪魔だって。ガキは学校に行けって。俺のこと嫌いだって。あんたは一生ずっとそうやって大事な言葉の絶対に言わないで、自分は関係ないって顔してずっと一人で生きてくんだ。あらパパ、どこ行ってたの？
んでこんなに散らかってるの？これただの水だべ。そう、ただの水。焦げたものを目薬だと言って売ったら警察にやられるんじゃないのか。薬にはなんねんべけど、毒にもなんねんだから追い針だよ。なんだ、毒のなんなくたってこれ薬じゃねえんだからな。啓太君はお父様お母様どちらに似てらっしゃいますか？穏やかで他人に対して優しいところは妻に似てると思います。短所は何だと考えられてますか？これも同じことなんですが、少しおっとりした性格でして、負けてもあまり悔しがらないところが父親としては少々物足りなさを感じています。待ってよ。あかり。高木くん、来年も一緒に桜見れるといいね。だがな、裏のドブ川から飛ぶんだぞ。無事に飛び立てるかどうかもわからねえんだ。だからナウのことよ。それにカーチスとやり合うならちゃんとした整備士がいるでしょ。あのな、俺は男だ。二人っきりで無人島で野宿するんだぞ。平気よ、私野宿好きだもの。そういうことじゃねえ。まあだかい、まあだかい、まあだだよ、まあだかい、まあだだよ、まあが来たら先生倒れてて。あなたに何か言い残さなかった？ビデオのこととか。先生の顔。